こんにちは、ジニーです。ジサーです。秘密警察24時お送りします。いやジスター、 AJCC ね、うん、ちょっとゴールドシップが出るってことで、そうそう、例年になくちょっと注目度高いね。もう1月からもう楽しみが多いね。本当に本当だよ。もうこんな楽しみなレースを予想してくれる記者さんは誰かな。分かってるんじゃないの。ということで僕の予想は千葉さんなんだけどさ。はい、千葉記者連れてきました。はい、じゃあ僕の予想と同じように千葉さんしっかりレースの予想をお願いしますよ。はい、では今週は楽しみなレースですね。アメリカジョッキークラブカップなんですが、はい、もうこちらゴールドシップ、はい、まあ、実力的には抜けてますし、はい、印ももうこれだけ集まってますね。でもなんか全部二重丸かと思ったらそうでもないね。そうなんですよね、思いきやなんですけど、うん、ちょっとまああのうがったというか、うん、まあ、正直まあちょっと2200m という距離は、うん、あ、舞台は、はい、まあ、あのちょっと大回りな分、はい、有馬記念やそうなどのコースに比べるとちょっと形状が異なる分、そうですね、まあ、スケール隙があるんじゃないかと、はい、ですね。普通のいつものコーナー4つとはまた違った展開になるかと思われるので、はい、まあ、その点は結構、まあ、不安な点はあるんですけども、まあ、あの中山高専の適性という点でも、まあ、こちら2020、はい、全部 G1、はい、さらに、まあ、2200m という距離に関しても、はい、まあ、あの宝塚記念を連覇しているように、はい、まあ、問題ないですし、そうですね、でこの舞台で、まああのまあ、最も勝ち星を挙げているステイゴールド3区という点からも、はい、まあ、あの軸はやはり不動と考えていいでしょう、まあ、ただ僕としてももう一点気になる点はありまして、うん、実はこのレース金5年で、はい、父か母の父トニービン系で、はい、かつ金3走で G2 を制していた馬が、はい、過去3頭出てるんですが、はい、まあ、その3頭とも勝ってるんですね、はい、で今回該当する馬がこちらエアソミュールなんですが、はい、まあ、お父さんがトニービン系のジャングルポケット、はい、で金3走見ますとこの G2 の毎日王冠を勝っているんですね、はい、というわけでちょっとこの馬がもしかしたらゴールドシップを破る存在になるかもしれない、はい、ということでこのエアソミュールとゴールドシップの馬連をまず1点、はい、確実に買いたいですね、はい、で、まあ、この2頭軸に、はい、まあ、相手買うなら、まあ、やはり昨年の3着馬フェームゲーム、はい、まあ、あのリピーターの多いレースでもありますから、まあ、プラスこちらのハーツクライお父さんの中に、まあ、あのこのハーツクライがあのサンデーサイレンス×トニービンという、ね、そうでしたね、アイリッシュダンスですね、はいはい、そういう血統を考えましても、まあ、やはり適性は高いと考えるべきで、はい、まあ、今年も抑えておきたいところです、はい、まあ、あとこちらのノーザンダンサー系の血を引く馬があの活躍ばかり目立つので、はい、まあ、こちらのクリールカイザーキングヘイロ3区で、まあ、あのこちら中山 2200m でも準オープン、うん、を勝った時にはまあ3馬身差と、うん、加えてあの前走のステイヤーズステークスこちらも3着と、はい、あの好成績を収めてますからね、一番人気に支持されてるんですからね、はい、実力あるということで、はい、中山コースでちょっと買いたいなという馬です、はい、ともう1頭、はい、こちらスーパームーンが母の父がノーザンダンサー系のサドラーズウェルズ、はい、まあ、こちらも金層重賞でも好成績を収めていますから、はい、まあ、3着ぐらいならというあたりで、はい、抑えたいところです、はい、というところで、エアソミュールゴールドシップの2頭軸ということですね。そうですね、はい、まあ、やはりまあゴールドシップの走りをそうですね楽しむという点も含め、なんか先週の調教すごかったらしいですね、はい、メーターでね、なんかすごい写真出てましたけど、有馬記念の時よりもいいんじゃないかっていう感じもありますが、うん、ということで白さを増したゴールドシップの走りに注目したいところでございます。はい、はい、1月も中山に行きたいですね、ですね、本当は行きたいね、はい、はい、ということで AJCC どうぞお楽しみに。はーい、さよなら。